どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。東鉄メタスラッシャープチークバージョン42って多いな。どんだけ制作ミスしたんだよこれ。大丈夫かこのコース。そもそも42回アップデートしたのか死にっていう意味なのかわからんのよ。教えろコース名だけで騒がしいってそれやめろ。でこれはキノピオの目標っていうことだと思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.99% だからコース名にちなんでちゃんとキノピオに変えてまいりましたよ。僕はそういう人間ができる男ですよ。まあキノピオに変えれば僕の本気っていうもの。神は君一緒やしゃー。しょっぱな記録を潰さないで、変な汁出ちゃうって。じゃあこの50コインだけ回収しておこうか。この土管には入れないと思いますよ。でこれ上行けって書いてるじゃん。ちょっと上行ってみようか。実はこっちが正解ですみたいなこともありえるもんな。うん、なにもない。なんて書いてんのかな。カレーずれんだよ。お遊びはこの辺でいいだろう。でもこの土管の方なんかに僕は行かないよ。絶対に入れないと思うからね。でもこの50コインだけは回収しておこうか。なかなかやるじゃないキノピオちゃん。君は取られるキノコじゃないで取れるキノコの方だったんだね。さあここでジャンキャメン。おらら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  ら, ら。さあバカチラエクスプロージョン。ダバダじゃないんだよ。ならもう土管に行くしかないよな。これ入れんの。入れんじゃん。なんだよ急に50コインが正解なんてさ。ピンクコインコースかい。ここはピンクコイン多すぎないか。え、あれ10枚ぐらいあるじゃん。あピンクコイン10枚はだる。この隙間は何よ。シンプルでいいね今日のトロールコース。でもこんなシンプルな罠ばっかりで僕に悲鳴を上げさせられると思うね。お前は何をしてくれたから。何もしてくれるけ。あのピーラフ作ろうかキノコ入りの。ちょっと右に避けちゃかないけんのやね。ここいや下からの罠ってあんまり警戒しないよな。上からだったら結構警戒するんだけど。言ってるそばからバカか俺は。いや前も言ったかもしれないけどこういう初見殺しバリバリのトロールコースめっちゃ好きなのよ。やめてください。好きだとは言ったけど限度っていうものがありゃしないかい魚さんよ。じゃあこの上は何がある。いやまだドスの上乗ってもいいんだけど絶対罠のような気がするんだよな。このフラワー怪しすぎるけど一旦取っておこうか。このドスは下に行くだけか。隠しブロックはないね。じゃあこのまま一旦ジャンプして行っちゃっていいんじゃないの。そしてここを壊すみたいで危ないで。あのバブルちゃん戻ってくる戻ってくるで、ね、じゃあ君は一旦見過ごしておいてこのドアに入っていこうか。まあここは簡単に避けることができましたよって。さあこっから進撃の廃人。このドスの裏にドアが隠されちゃったよね。うわ左の方かな右の方かなどっち。その一瞬が命取りになるんだって。左の方から攻めてってみようか。なあさあ俺の2分の1の正解率をなめるだよ。そしてちくわブロックのりの。これどうすればいいんだろう。ここで中間ポイント。全部隠しブロックあるよね。でもね次行けばいいっていうことは分かってんだ。もう僕はこのまま先に行かせてもらいますよ。キノコ？キノコ上についてるじゃん。それ食べちまえよ。食べて大きくなっちまえばいいだけの話なんだ。さあ戻ったらペラペラが邪魔でいけないで。え、マジでキノコどこにあるんだろうな。こっからあこれで先に進めるっちゅうことか。なるほど。でまた右なんか書いてるね。ハレン。切れんだよこっちやぶ。さあツタン登っていきの。うわ下と上どっちだろうな。あーもう上のドア行ってみようか。下なんか罠に引っかかるような遺憾しかしない。ということでこっちの土管で合ってると思いますよ。何このシート急なやつ。え大丈夫これ下に降りていけみたいなシート耐久かな。えこれきつっ。頼む風くんだよ。こっから左。いやなかなかうまいね。この風が左行ったタイミングで右。あこれ結構簡単かもしんない。チリ耐久ベージュを舐めるんじゃありませんわよ。今ちょっと見つた。ダメだこのままもカットしていいかな。これね結構長引きそうな気がする。これでいけなかったら僕カットするわ。このタイミング、うん、このタイミングか。いや全然違うな。いやまあまあでもここはまだ取り返し効くよ。ガセみんな見て見て。今頑張ってやってたらさバブルとかいう邪魔者が出てきたんだよね。あんなバブルなんか僕絶対頼んねえよ。ちゃんと自分の力で邪魔すんな。腹くそ落ち着いていこう。ここでジャンプしてこの中間ポイントを取ればいいだけの話なんだ。ここだけはマジでクリアさせて。そうしないとね C 耐久明治の流すなるっていうもんだぜ。いやこっからマジでむずいのよ。こっから左。よしあとなんだあと2段か。右いやこのタイミング。
ダメだ、僕こういう繊細なやつマジで向いてないかもしんない。ここで左で、ここもここで左、うちがどこじゃないんで、もうちゃんと来てよピオキング、もうそこも違うんで、ここで右なんだ、こうすよもうさっきのところだったマジでカットしていい？たまにさ、C 耐久カットしないでくださいっていうコメント来るんだけど、マジできついからな、カットしないでこれずっと喋り続けるって。いや、あと2段これでミスったら僕はマジでカットするよ。どっちで行こうか。あ、わかった、今のタイミングじゃない、次このタイミングで行けばいける。いや怖い、ここまで来たからさ、もう絶対やり直ししたくないんだよね、このタイミング。いやマジでこのタイミングって言ってるんだけど、そのタイミングでないのよカットしていいよ、多分ね 2,30 秒ぐらいカットした方がいいかもしんない。バブルなんか出てきやがって、あんなバブルなんかに僕が頼りと思ってんのか、絶対に頼る。おい制作者、制作者はこれクリアできんのか。来た、どのタイミングで。もうこっからは簡単だね。タイミング見ていこうか。ここで。よっしゃー！知りたい救命士はダメだったー！今の時間は何の時間だったんでしょうか。すいませんね、皆さん。これは知らねえのかい？どっさーい！どうすりゃええねん、ここ。ドッスンが上に来るってことは、右行った瞬間左に逃げろみたいな感じかな。え、ドッスン上がってこない？上がってくるで。そしてこの無敵時間のまま下に行くみたいな。よし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 。なんもないんかい！ならどうすればいいかと。あえてこのドッスンに当たる。そしてここからスピンジャンプして、ツタに捕まる。そして上に行けばいいんでねえの。あそこ隠しブロックがあるもんな。実況者やめろ。これさ、下の土管の方行けんのかな。あそこバネが出てくるじゃん。だから絶対に行けないような気がするんだよね。でスネークブロック閉じ込められますみたいな。だからこっちで合ってると思いますよ。何この矢印は。左の方に行けってことは上パイプって書いてるけど、でも絶対あっち行けないような気がする。やっぱりこっちで合ってると思うよ。レッドチャットチューズ、チャットを選べみたいな感じ。ちょっとよく意味わかんないんだけど、トライアゲイン、もう一度、もう一度チャットを選べ。いや全然意味わかんない。あ、これを選べってこと？イエスかノーか、ハリがイエスなんかな。いやそんなわけないよね。だから僕はこの土管の方に行きます。いや、ハリに当たったら絶対やられるだけだからさ、絶対こっちで合ってると思うよ。ここはどこだい？いやちょっと待って、スタートだ。ならここはダッシュしたら土管の方に間に合うのかい？バネちゃん出てこないでよ。オッケーオッケー。そして左のコイン怪しい、あそこに行ったらまた魚が出てくるんでね。だから僕はコインを取って魚が出てきたらすぐ右に逃げるよ。あー、ここ進むの怖えな。絶対ドッスンどっかから落ちてくるってどうしよう。男なら走っていくさ、常に走っていけばいいでしょうね。これで大丈夫だ。おまー、あの魚が来るところまで歩いていこうじゃないか。さあここから走っていくぜ。どうすんよ、来るなら来い、上から来るんだろ、分かってんだそれはなしやろ。上ばっかり見よったらね、下とか分かんないのよ。確かこの辺で針があったから、ここでジャンプしてかわします。どうすん、やっぱり来たな。さっさこの土管に入っていこうと思ったら、右にドアがあったで、あっちなのかい？バネが降ってきて知りたい系みたいな音楽してるけど、このバネを入れろっていうことかな。入れたから何？この下開かないよ、上に行ってみようか。上に行ったら何かあるとか、そういう感じかな。さあこの上に行ったらハリーおった。いや右にね、ドアがあると思うんだけど、どっかに隠しブロックがあるかもしれないって言いたかったわけですよ。そしてこの辺だったよね、ドア素直に入らせてくれる。いやいや待って、右に行った方が良かったんじゃない？いや絶対そうだって、ドグロリフトに乗ったまま右に行くことが正解みたいだ。いやこれ下に行ったら知りたい球の音楽はいいって。何これ、もうドグロリフト、え、な、あーなるほどね、上のこの針に当たハハ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 ハ。最初からやり直しだ。そうだろ、ふざけるな。みんな今さ、キノピオがブルブルマシンに乗ったみたいに揺れてるじゃん。このブルブルマシンに乗った状態でこの曲を口ずさんだらどうなるか、やっていきたいと思います。ここで
ドクロリフトに乗りの何もしなかったら右側行く。やっぱりそうだとは思ったよ。そしてこのピンクコインを取りの下に行けるかな。これ下足場ある、足場あるんだね。で隠しブロックかな。あれ何もないよ。このままどうやって入ればいいの。もう一回他の教え体験して最初からやり直しってこと。あバカだ僕は。このドカーに入ればよかっただけか。中間ポイント2が長いよ。頼むこのドカーの先中間ポイントに送れ。なさそうだね。どっちに行けばいい。下のドカーと上。うわーアップでやもういや、もう気になるもんな。こっちドカンダメじゃねえかブブって言われてるんで。また死に耐久かい。これはこの魚に当たるだけの死に耐久っていう感じですか。お前キノコ食うんだよ。絶対キノコ食うんだよ。その前に頼む、さあ当たってくる。このタイミングか。頼むキノコ泳げろしかも直すなって。もうスターまで出てきてるしさ。あのワイヤーが来る前にここ。頼むワイヤー来んな。避ける避ける。助けてみんな助けてよ。僕はあのスターまで来ちゃうよ。いやいける、これで当たればいける。よしよしよし、あといける。このタイミング、このタイミングだ。俺がマリメ界のスターだ。知りたい気多すぎやしないかい。じゃあこの四角の枠は何。このハテナを叩いて四角の枠に追っていけばいいってか。何の意味なんじゃないか。じゃあ先に進む。あのピンクコインは取ったらサガラが出てくる。でも叩く以外ないもんだ。あ、普通取れたね。じゃあこの下に行って。頼む待って、もうそろそろチューバチューバしてんじゃねえさから。え、じゃあさ、ここ一旦右に行ってピンクコイン取りのこの場所で待っておいたら魚が降ってくるっていう感じかな。なるほどね。さあ、2体3体え、何台降ってくんの。4台え、いけねえんだけど。僕はどうしたいんだい。もうわかった、この場所でずっと待っておく。そしたら火もかわせるでしょ。で、この火をかわした後に先で進む。もう魚落ちてこないよな。頼む、落ちてくんなよ。絶対落ちてくんなよ。空気読めてんじゃねえか。よしよし、最後の魚は白だったよね。あいつが先に行ったら行こう。これで絶対もう降ってこないと思う。もう来んなよ。絶対来んなよ。もういらないからな。さっきはちょっと来いって思ってしまったけど、もういらないからな。うわ、どうする。アップだ。なんでさっき度数は落ちてきたの。さっきはいなかったのにね。さあ、ここから右に進もうか。ツタに登りの、この花ちゃん当たらないでしょ。オッケーオッケー。そうしてこの場合、あー、お前らもう行って。はっきり言わせてもらおう。この上の魚落ちてくるまで15秒から20秒ぐらいあるから、それを何度もやり直しする僕の身にもなってほしいですね。さあ、ここは石エイジを一旦振らせておく。振らせておく、振らせておく。振ってこないで。よしよし、振ってきた。で、ここの右に中間あんじゃん。頼む、中間取らして。死なのかいこれは。嫌な音楽がするけど大丈夫かい。右が正解なのかな。こっちの中間ポイントは何。カレーじゃないのよ。またスタートからやり直しかい。これは、戻れない。頼む戻らせて。この技術制作者。いやでもさ、中間にとってスタートからやり直しってことはもうゴールって考えてもいいんじゃないかな。じゃあピンクコインだけ回収して右に進もうか。そうするともうゴールが待ってるみたいで。そういうことだと思いますよ。この上は、この上は特に何もない。頼むゴールの姿を見せてくれ。来たで、ピンクを集めてる。いや、ブラパがいないっていう可能性が。このデクラボーが何回スタートからやり直しさせんのよ。スタートからやり直すんなら時間切れまで待っておけばいいじゃないですかっていうコメントもらうんだけど、普通にやり直した方が早いからだ。じゃあこのドア入ったら左に行く。行くれ。いや、一旦何もしない僕は。これで大丈夫なんだ。待て。いやこれさ、ピンクコイン全部集めてしまったけど最初からやり直しなのかな。また頼む、それだけはないで。ゲームに集中せ。この中間ポイントを取るまでに何個かピンクコインっていうのを集めたんよ。この状態で最後まで行ったら鍵ってもらえるんかな。多分ね、罠は変わってないと思うんだよね。そこまでやっぱり何も変わってなかったわ。で、ここで鍵が手に入らなきゃ僕は何もできないよ。また最初からやり直しかい。鍵狩りせんか。戻ってきたぞ。頼む、もう僕がやり直したくないんだ。ここからどうすればいいのかって。ここ、これって
もうこれで終わりにしようや、鬼畜製作文。右出しでいいんだろ。この恋の場所が正解だ。そうなんだ。また最初からだ。僕が一体何をしたって言うんじゃい。そんなのは無理じゃないんだ。スーパー集中モードに入るぜ。だから絶対に黙らないぞ。よし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 。で、こっから右、このトスの下から行ける、隠しなのかない。じゃあトスの下からゴールできるのか。いやこれちょっと変わったトロールコースだったけど、めちゃめちゃ鬼畜だったね。でもすごく楽しませていただきました。どういうトリも思ってんのか。いやまあ面白かったですよ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオ。このブロックって叩けるのっていうコースなんですけど、サムネを見る感じ四角の枠が一つあるじゃん。あん中にブロックがあるから、それを叩いてゴールっていう感じだと思うんだよね。多分コインなんじゃないかな。で、説明文ははてな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 ばっかり。こっちが教えてほしいぐらいですよ。知ってんだろどうやってやるか。だからコースを投稿してんだろ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.85% で、最近似たようなコースはしたんだけど、その時はあの四角の枠の中が隠しブロックじゃなくて音符ブロックだったんよ。それを貫通していけっていうコースだったんだけど、今回はコインを全て1枚取ってからゴール。この四角の枠の中にコインが隠されてるっていう感じでしょ。これ壁キックとかで取れるんかな。いや絶対針当たっちゃうよね。せめて叩け。いや叩いたとしてもよ、絶対針に当たっちゃう自信しかないね。ここで、いやほらほらほら。じゃあどうやってこの隠しブロックを叩いて針に当たるなっていう話なんだけど、アイテムとかあるかな。一旦隠しブロック探してってみようか。まあないとは思うんだけど、なら残すは一つ、ヒップドロップ以外にないとは思うよ。誰か助けて。壁吊りしたら実は隠しブロックが叩けるとか、そういう仕組みがあるかもしんねえ。なまり、どういう気持ちでそこ滑ってんの。いや今やった中で正解があるかもしんないけど、場所がピンポイントすぎて叩けてないっていう可能性もあるもんな。最後の希望、くるんだ。この場所で綺麗にくるんはしていこう。もしかして分かったかもしんねえ。これしゃがんでさ、立ち上がるときちょっとだけマリオ上に行くじゃん。その瞬間にくるんしてみようか。無理だよ。僕はもうどうすればいいか分かんない。たくさんやったよ。この場所でマリオ何回も行かせちゃったよ。ねえ、ほら。こんなの分かれば簡単なはずなんだ。昔はね、ここの隠しブロック壁すりで取ってたような気がするんだよな。今惜しかったよね。どうやったの。今録画しちゃったからさ、見てきたんだよね。そしたらクルンして壁ずりしてたら叩けたような気がしたんだよな。ほらほらほら、攻略を見つけたぞ。あとはこれをチャチャとやっていくだけさ。ここでクルンからの壁ずり、よっしゃ。やっぱり分かっちまえば簡単だったね。でこれさ、2秒ぐらいしかかかってないからさ、最速取れてんでねえの。これが一発マリオ名人だ。最高の一発マリオ、ありがとうございます。そして高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。